中米のホンジュラスは26日、中国との国交を樹立しました。ホンジュラスは台湾と断交します。中国は台湾と外交関係を結ぶ国の切り崩しを進めていて、台湾で蔡英文政権が発足して以降、断交は9カ国目となりました。 外交関係がある国は過去最小の13カ国となっています台湾の呉外交部長は26日、会見し中国が経済的誘惑で攻勢を仕掛けたとの見方を示しました。